藤原定氏は、日本の、第六十六代天皇、一条天皇の皇后。おさむ市内親王、厚安親王、美子内親王の聖母。通称は一条院皇后宮。関白の内大人生に、藤原道隆の長女、母は、四季部、大助高品重忠の女、正蔵院隆子。正二位内大臣、これ地下、正二位、中納言隆栄は、同母兄弟。 英祖元年父方の祖父である、摂政権家の腰ゆいで着も、その時初めて歴史の表舞台に登場する。省略元年1月25日、数え14歳の春に、3歳年下の一条天皇に、受大し、間もなく14位下に除せられ、ついで女王となる。曲は、東0日伝。同年10月5日、皇后に作立され、中宮農皇后した。なお、 帝氏は一条天皇の皇后として、中宮の御后したのであり、立皇の御子とのりにも皇后と明記された。省略元年当時、律令が定める三皇のうち、太子皇太后は三代前の御の制裁、政子内親王、皇太后は当帝の聖母、藤原戦氏、中宮のは先々代の御の制裁、藤原従子であった。定子の立皇は無理なはずだが、 道高はその中に割り込んで定子を立候補させるために、本来皇后の別名である中宮野の,の称号を皇后から分離させ、定子の立候補を図り、また従う氏に付属した中宮の職を改めて皇后偶職とし、中宮の職を定子のために新設し、前代未聞の四皇平律にしてしまった。その結果、 王古不危機ごとである皇后四人の霊を作り出して、世人の反感を招いた。また、道高は弟の藤原の道長を中宮の内部に命じて、亭主を補佐させようとしたが、道長は父の持ちを理由に立皇の儀式を欠席している。世の人々は道長の態度を貴重なことであると称賛した。後に道長が皇后と中宮のの区別により、 一帝に行こうとしたが、その元を作ったのが、帝氏の父、道高である。同じ年の5月には、父、道高が、祖父剣家の亡き後を継いで、摂政、市長者に就任しており、道高一族は映画を謳歌することとなった。帝氏の母、高子は、園友長に庄司を務めて、校内師と称された人で、女ながらに官軍を、抑止。 天井の支援にもに招かれるほどであったが、後の結果を見ると、小離れができない人でもあったらしい。また、帝氏の父道高は、猿学ことお好み大酒飲みで陽気だが、政治のやり方は、自身のこの出世に強引で、死後の評価は低い。省略4年頃から帝氏の死去まで、彼女に仕えた女房、聖昌納言が表した、随筆、枕の宗師は、彼女の外面的、 人格的を記しているが、事実との称号的に創作点は多いと見られる。夫、一条天皇とは父道高が、帝氏以外の受大を許さず最初は、帝氏の独断上であったが、道高が没すると他の娘も受大し、寵愛を受ける。一条天皇は、帝氏以外とも仲は良好で、吉を愛し風がを重んじる一条朝の宮廷の風潮が見られた。その中でも、 特に仲が良かった風を平安の資料は伝えている。長徳元年4月10日、関白であった帝氏の父、道高が、ついで帝氏の叔父、道金が急死すると、その弟道長と帝氏の兄、これちかが権力を争う。これちかは道長を移そ、その弟、高家の従者が道長の随身を殺害するなど、中関白化は荒れていた。翌年4月には、 帝氏の兄、内大臣、コレチカ、弟、中納言高いエらが、加山の院笹ゃ事件を起こす。当時解任中の帝氏は代理を退出したと第二条宮に、関与したが、その時ほとんどの苦行は、お供の行列に参加しなかった。二条宮では、左遷の命を受けても病気だと偽り一向に、出発しない兄、コレチカと、 弟、高い絵をかくまう。ついに一条天皇より、強制捜査の戦時が下り、二条宮をケビーシュが捜査。高い絵は捕らえられ、これ地下は出ていたが戻ってきて従う。帝子は、星座的に自らハサミを取り落職。この朝徳の変及び、帝子の出家により、中間白化は自ら没落していく。中身や帝子の出家は、 朝徳の変後の朝徳元年5月1日のことで、この後、同年夏に二条宮が全焼し、10月には母、高子も没するなどの不幸が相続く中、帝氏は朝徳2年12月16日、第一子、おさむしない神皇を出産した。その後、朝徳3年4月になって、これ地からの罪は許され、また一条天皇は誕生した第一王女。 おさむしない新郎との対面を望み、周囲の反対を押しのけ、同年6月、再び、帝氏を宮中に迎え入れた。これについて、映画物語は、天皇の心情を大した東三条院や道長の勧めがあったとし、また公任位が吉武を見たとしてためらう帝氏を駆けるき立てたという。中宮の御所は、清領殿から程遠い中宮の職の御蔵主と決められたが、 そこは、代理の外、大代理の内という厳密には、高級と言えないところに位置し、その上おもやに、鬼がいたという不気味な建物で、中宮の月官人の事務所に使われることはあっても、皇妃の神殿にあてがわれることはなかった。帝氏の中途半端な境遇が伺えるが、また歳入内の当日、一条天皇はよそへ行行し、夜中に観光しているが、そこにも、長屋の視線を、 天使時代から逸らそうとする苦心が見える。映画物語によれば、食の温蔵誌では、遠すぎるからと、一条天皇の配慮により近くに別殿が準備され、天皇自ら夜遅く通い、夜明け前に帰るという思いの深さであった。しかし、天皇が停止を代理の中へ正式に入れず、人目を避けて密かに通わざるを得なかったことには、出家後の記載の時代という異例中の異例がいかに、 不謹慎なことであるかを表している。貴族たちの貧縮を反映して、藤原さねすけはその日記、正月朝徳三年六月二十二日以上に、天下不関心の語を記している。長保元年十一月七日、一条天皇の第一、王子、厚安親王を出産。長保二年二月二十五日、女子秋子が新たに皇后に削立され、中宮の王合し、先に、 中宮のおこしていた皇后帝氏は皇后宮をこうさせられ、史上初めての一定二皇となった。同年の暮れ、帝氏は第二王女美子内親王を出産した直後に崩御し、生前の希望から鳥辺野の南のあたりに塗装された。両母は京都市東山区今、熊野泉山町にある鳥辺ベ寮とされている。崩御に望んで帝氏が書き残した遺影。 よもすがらちぎりしことを忘れずは恋む涙の色ぞ、床式は、古州岩下州に愛称関東家として収められ、また、鎌倉時代初めに編まれた小倉百人一首の厳選本、百人十家にも取られている。帝氏の放御後も、中間パック家は人望がなく、没落の一途をたどった。厚安新郎が、被災原の第一王子でありながら即位できなかったのも、それゆえである。 定氏が設けた三人の子は、はじめ東三条院選手が、美子内親王を、定氏の末妹おばこ殿が、おさむし内親王、厚安親王を養育した。女院、おばこ殿が、相次いで死去した後、厚安親王は、父御門の政治的配慮で、中宮明子に、寮内親王は、母校の実家にそれぞれ分かれて引き取られたという。このうち微子内心労は、 生来病弱で九歳にして溶接、厚安神皇はたびたび立太子の話題に上りながら、その都度に有力な外遺跡のいないことを口実に退けられ、ついに世の中をおぼし投げきて没したという、おさむしない神皇のみ十四歳の長寿を、抹うしたが、生涯独身であった。帝子の後営は厚安神皇の一人娘原氏女王が、ご鈴作天皇との間に産んだ二人の御子を最後に、 耐えることとなった。天使が主人公の小説聖小納言が主人公の小説その他の小説。ありがとうございます。